俺、ソロさん好き。丁寧な人なんです。やっぱ人たらしなんだ。強烈なそのアンチテーゼ、自分が在日した情熱を持って言うわけです。まあ、それはギャンブラーでしょ。確かレジリエンスっていうか回復力強い人だから。ね、それではご覧ください。ちょっとありすぎるんですけど。まあ、普通の人にしてみれば携帯会社みたいな。そうなんですよ。はい。多分今日僕らがやってるのは、はい、携帯会社を持っている親会社の話ね。あ、なるほど。でも志村さん、そもそもソフトバンクって、はい、なんでソフトバンクっていうか知ってる？考えたことなかったです。元々の会社は、はい、最初に創業、事業体で創業したのは、パソコンとかに入ってるソフトの卸会社だったのね。うん、まあ、要は、一太郎とかが有名なんだけど、はいはいはい、そういうものを卸してる会社だったの。ソフトを、まあ、銀行としてやるんで、ソフトバンク。そうなんですね。当時はだから、ソフトを卸す会社ってなくて、それぞれが、要はソフトマップとかそういうところにちょっとずつこうやって置いてあったんだけど、ソフトがないと動かないじゃん。そうですね。まあ、今今日基本組み返してたけど、当時そんなのあんまりなくて、まだ Windows が出るとかそういうくらいだったから、それをまとめてドンっていうふうに下ろした会社がソフトバンク。へー、あまりよくこうソフトバンクのことを今まで、知らなかった方は、基本的に覚えておけばいいのは、モバイルやっているソフトバンクと、はい、この、その親会社である、これソフトバンクグループね、これは全く別の存在というか、親子関係で、そのソフトバンクグループという投資会社が、一つ持って、さっきのアーム事業なんかと一緒ですわ。そのいろんな部門を持ってる中の一つの会社が、ソフトバンク、モバイルをやっているソフトバンクと、そういうふうに理解 しておけば、いいかなと思いますね。その携帯会社の下に、まあ、Z ホールディングス、いわゆる、まあ、昔のヤフージャパンとか、はい、LINE がくっついた Z ホールディングスがあって、その下に ZOZO があってって、なるほど。もう売られたんで、はい、40% ぐらい持ってる。へぇ、まあ、一応こういうな、まあ。ソフトバンクグループはもう投資会社、純然たる投資会社。投資会社なんですね。昔から投資会社。ソフトバンクグループは。実態を見れば。実態を見ればね。へぇ、ソフトバンクグループについて特集としてお送りしたいと思いますけれども、孫さん、どんな人ですか？俺、孫さん好き。あ、そうですか。どういうところが？いや、丁寧な人なんですよ。すごく。まあ、今、最近全然会ってないけど、はい、昔は結構お目にかかることが多くて、やっぱ人たらしなんだと思うんですよね。だから、いろんな、やっぱりその年上の経済人とかには可愛がられたし、すごい丁寧で、その義理とかも人情とかも、すごく、誰かさんと違って、先週やったかな。なるほど。どうしてなんですよね。まあ陽気な人ですよね。そうそう、ね。私はお会いしたことないけれども、なんかね、すごく印象に残っているのは、そのツイッターが世に出てすぐの頃、まあ皆さんやってた中で ね、はい、ツイッターのリプでなんかあの人のおでこのことをね、いや取り上げられたら。私の髪の毛が後退してるんではありません。私が前進しすぎてるんですって。なるほど。そういうこと言える人だからね。だからまあそういう意味でも、昔から僕は好印象なんで。昔、ヤシカっていう会社があってね。ヤシカ。うん。ヤシカ、京セラに買われるんで、ね、カメラの会社で。へ、牛山義政、牛山善政さんっていう、まあ、オーナーがいて、その京セラが買うんだけど、はい、でそこには稲森和夫っていう、うん、まあ、機代のやっぱりオーナーがいるでしょ、はい、でそこの2台使われたね、広報部長がいて、はい、うちの上司の佐藤清中さん、結構ね、面倒見がいい人なのよ、この人が、うんうんうん、で定年になるから、おい、損得、次のところをどっか考えろみたいな、うん、そんなさ、別に頼まれてもないのにね、向こう挨拶に来て、結構そういう世話好きなおじさんだったんですよ、うちのボスが。それを考えて、あ、機材のオーナーに関わったな、もうなんか、こう、ダーッと上がってきて、ソフトバンクの孫さんの下でいいんじゃないぐらいに、もう軽く、いやー、しかん、孫さんのところでどうですかね、うん、そうか、孫君呼べとか言い出して、すぐに電話して、で孫さんを、まあ、呼び出すわけです、はい、孫さんはもう、律儀な人だから、うん、まあ、先生に呼ばれたんで行きますみたいにして、こう、蕎麦を食べに来て、その、まあ、丸山さんって言うんだけどね、その定年になる人、はい、僕もよくお世話になって、で丸山さんと3人で飯を食ったわけ、そしたら、いやもう先生そうやっておっしゃるんだったらもう人も足りないし、ぜひぜひうちで雇わせてくださいみたいなことを言って、はい、その丸山さんが行くことになったんだけど、うん、その稲森さんがあと1年いてくれって言って、っていうふうに言って、まあ、その時は行けなかったわけ、したらもうその間に、まあ、急成長もするし、まあ、その役職の人を彼は、まあ、雇ったのよ。そ
じゃあ1年後、まあ、雇えないって言ったら、まあ、主観が起こる起こる、まあ本当にいやそれ無理くりだよ、そりゃ1年もね待てないし、たまたまあの時ねソフトバンクにいたんだよな、あの当時はねまだねあの箱崎に本社があって、そしたら孫さんが降りてきて、なんかもうネクタイやりながら急いで、あ、孫さんどうしたんですかって、いや、もう清中先生にもう叱られて、もうお前なんか絶好のカシャーンってやられましたみたいな、ちょっと今からもうあの謝りが全部すっ飛ばして謝りに行きます、あの当時あの人ベンツの運転手さんだけど、そのもう要は車内外科なんかで全部すっ飛ばしたから、もう車もいなかったのよ。あ、でもそんな怒ってんだ、俺が一緒に行った方がいいから一緒に車乗って行きましょうって、あのタクシー乗ってって、いやそんな別に裏切るとそんなことはないんだけど、って言って、まあ当時の僕の経済官をそのボスのところへ行って、でちゃんと話をすると、そんなボスもね別にあそうかそうか、はい、いやもう私はあの先生に座って言って、もう申し訳ありませんでしたって、まあもらい事故だよ、ね、孫さんからしたら原因作ったの自分や、あんたが、あんたが孫さんとこいいって言ったから原因作ったの孫さんやでもまあ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 じゃあにかーって、まあそっか、で結局その丸山さんは孫さんと食卓で入るんだけど、だからまあ それ以外もそういうような な、エスペース結構いっぱいあって、孫さんは なんか非常に温かい人、まああの企業がその経営してる企業が苦境に陥ってる時に、あでも頑張ってほしいなって思える人とね、おざまみろと思っちゃう人間ってやっぱりね、普段ねやっぱりね人徳が出ちゃうよね、確かにそうなんですよ。それでね、いろいろやっぱりこう考えた時に、やその孫さんのやっぱり強烈なそのアンチテーゼ、自分が在日だったっていうアンチテーゼが今につながってるようなっていうのは、いろいろ別にこれは後付けなんだけど、そう思うことは多々ある。すさまじい差別を受けて、ね、小学校まで。でもそれこそそのお父さん、まあ、光則さんって言ったかな、そのお父さんはもうこの人も詳細たくましい人で、養豚から始まって最後、まあ、パチンコや金貸しパチンコやって成功して、まあ、小学校の、その後ろぐらいから裕福ではあったのね。だからアメリカに留学もできるし、でアメリカに留学する前に久留米伏せつって、それこそタカポン、ホリエモンと、はい、まあ、先輩後輩、まあ、要は超優秀なあの学校で東大とか普通に行くし、でタカポンの同級生はその弟の太蔵君だし、うん、あの頃は安本泰造って言って日本名安本なんで、で孫さんは自分はもう凄まじいそういうことがあるから孫に戻したのね。自分はその在日でその自分を貫きたい、だからアメリカに行ったっていうのもあるけど、それは別に俺そこまではさすがに本人に聞いてないよ、はい、いろんな知識でそういうふうに、聞いているのでね、安保にそれで、まあ、そこにはね、そのアンチテーゼがどうだろうとは書いてないけど、だって俺が聞いた話、孫さん後から考えたら、ああそりゃそうだよなって、例えばね、もう僕にすげえ言ってたのは、まあこの間も言ったけど、その主幹と僕のボスと2人で孫さんのところ行って、これからのインターネットはだこうだこうだこうだって、うちのボスはもうそのうちわけわかんなくなってきたから、まあ、僕だけの残してお前が聞いて帰るって、話足りないから孫さん情熱を持って言うわけです、僕も全然わかんないの、その当時はね、インターネットなんか、なんだかわかんないけど、でもそこで出てきたのは NTT は許せないでしょと、税金でねあれだけインフラを投資してそれをもう独占してるって、もう僕がだから、まあ、要は喧嘩売るみたいなこと、いやいやこのおっさんすっげえないや、まあその当時がそのようになっていれば、僕もあのね、孫さんのこう聞いてやってインターネットやったら同じようになったの、無理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 、だから要は NTT イコール国だから、要は日本国だから、だから自分は日本国には何も別にしてもらってないし、でも日本は大好きなんだ、だから自分でやるんだっていうのは後から考えて、あそういうんじゃねえかな、その根性が違うんだ、誰かと、なるほど随所に入れてアンチテーゼじゃなくてルサンチマンだね。あルサンチマンですね、確かにそういう補助線引くとなんかね理解がしやすいかもしれない ね見えてくるっていうことですね。だから東電にも喧嘩売るし、原発の時ね、あそうか、ザ国だもん、いやそれだから後付けだから知らんよ、あでも別に本人には聞いてないよ、ね、実際に本当に聞いてみたいですね、ちょっとね、だからギャンブラーだよ、ギャンブラーはギャンブラーしか別にたまたま当たったんじゃないと思うけど、
うん、まあ、いろんなその自分の中にあるから勝負強いんだと思うけど。なるほど、まあ、でもまあ別の観点から言うとね、やっぱり見てて、やっぱりいろんな経営者見ててもやはり皆さん自分の成功体験は捨てられないんだよね。だこの人も結局そのまあたまたまかどうかは別にしても、やっぱりヤフーとかアリババが大当たりしたわけで、だからその未上場株が上場することによって莫大な利益を得たと、4000倍だっけ、4000倍、ね、アリババいました、うん、そういうことを思うと、あのまた次も柳の下に土壌また2匹目3匹目いるんじゃないかと思っちゃうわけですよ、ね、うん、バンカーの面が流れると次もバンカーじゃないからと思っちゃうっていうのと一緒でね、うん、人それぞれですよ過去の成功体験っていうのは、うん、でも自分がやっぱりそのパッとステージが上がった時の成功体験は頭で分かっててもどうしても捨てられないんだよね、うん、だから結局今回は全部そういったユニコーン株を探してね、ユニコーン株ってのは上場したら1000億円以上つく未上場株ですけれども、まあユニコーン探しをしたわけですよ。でもね、うんうん、伝説のねユニコーンはそんなにあちこちいないよっていう話、うん、いないからユニコーンなんだけど、うん、まあそのヤフーに出資する前、まあ、コムデックスってそのコンピューターの見本市を買うんだけどね、はい、それこそだからこの間話した三木谷さんが工芸時代にお手伝いをしたっていう、そのコムデックスってコンピューターのいろんなその見本市を見て、彼はその時にあこれ買いたいな、別に要は出ている見本を買いたいんじゃなくてその会社買いたいなって言って本当に買っちゃったんだけど、それを買って世界にソフトバンクの名前がこう、まあ、本当 IT 企業じゃないのに、はい、別に卸企業なのに IT 企業として名前がブワーってこう広まった、光通信みたいな、そうそう、光通信当時もう本当に一緒だもん、うん、で、まあ、それで株式まあ、その後だけねヤフー買ったりして時価総額20兆円までいって全然 IT なんか何もやってないもん、うん、でコムデックス、これは余談だけど、はい、コムデックスをの創業者でその元手に何作ったか知ってる？サンズ。あ、そうなんだ。これ高橋さんが知ってます。サンズって何ですか？この人がすごい好きなところギャンブルの、アメリカ のカジノ、あサンズも、マカオにも出してるしね、サンズの中なんで、シンガポールのマリーナベイサンズだからね、ギャンブルは繋がるじゃん。まあコムデックスも結局売るんだけどね、その後。そうですね、だからまあ要はキャピタルして、どん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 、でそのギャンブラーのこうゆえんは、うん、それこそだからヤフーに100億出資とかバケたみたいに言ってるけど、はい、そもそもあの会社はそのジェリー・ヤンってその創業者、うん、創業者がいて、はい、まあ、そのさんがあった時にあなたも最初は断られたんだけど、もう会って困るもんじゃないからって言って押し付けて、まあ半分ねいうふうにやったんだけど、もともとこれ言っていいのかな、三井物産っていうね、はい、今その商社、はい、三井物産の、まあ、あるその役員さんの話した時に、うん、三井物産が14億円の出資をしようかどうしようか迷って辞めた会社なわけですよ。要はそれを100億出すの、それはギャンブラーでしょ。本当ですね。でもそれは結果としては目利きというか先見性になる、ね、結果で、になるので、あそこはすさまじいよなと。まあ、ジャック・マーに会った時も一緒に行ってた人に聞いたら、いやあんた20億出すと、うん、まあ、だからその人も俺の2000万くらい出してよかったなって、あれ4000倍だよ。たまたまその時もね、もったかさん一緒にご飯食べてることがあって、いやだからね、伊賀君に比べるあっちのギャンブラーの方がすごいよと、桁が違うからと、こっちは全部そかしたよ。預けてんだよ。だから 20億の4000倍ぐらい8兆円になったってこと。普通人間はそんなことしようと思わないじゃないですか。いやだからもうすごいですよ。楽天が、球団を買った後に、はい、ようやくそのオーナー会議も、うん、まあ、文句を解放しようと今みたいな、うん、はい、古いところがダメだというところでいろんな球団、まあ、人間年が入り、そうですね、まあ、これはそれこそ文言本とかに言ってるけど、まあ、彼は別に野球なんか興味ないわけですよ。ああそうなんですか、うん、別にそのお父さんがすごい野球好きだったらしくて、お父さんがこう、そのアドバイスをしたと、まあ、その買う動機としてはなくて、はい、買って、開幕5連勝したんですよ、うん、でその時に僕主幹と一緒に行ったわけ、うん、たまたま別に5連勝したかじゃなくて他の用があって、はい、そもさんのところに、あそうなところに行かれてしたら、はい、もうニコニコして、いや開幕5連勝です、うん、僕生まれて初めて自分でスポーツ新聞を買いましたと、もう嬉しい、それが高々って言ったんですよ、うん、高々売上の 2% でできるんですよと、
あの当時の売り上げ1兆円だから、高々が200億だよ。すごいですね。にっこにこし、でもね、確かにそのソフトバンクはそれこそ球団で言えば一番やっぱり、まあ、お金あるから3軍の施設もすごくてとか感じますけど、ソフトバンク3軍になって、まあ、大変だったけどね。その前の俺大の時代から知ってるから、すごい九州って、はい、七社会っていうのがあって、七社会、はい、まあ、どこでもそうなんだけど、まあ、名古屋とか、まあ、小設計とかいろいろ、まあ、古い企業一番だから、あの、力が持ってるのはどこでも大体電力会社なんまあ、九電があって、はい、九電工があって何があって、もうそういうなんか古い体質のところにこう挨拶とかないと、だから大英はそこに挨拶がなかったって言って、その地元は応援してくれなかったんですけど、そういうことも結構大変だと思うよ、そのさ。それこそベンチャー三重師と言われて、一緒の南部さんと、はい、エチアシの澤田さんと、そのさんだけど、澤田さんがハウスデムとかそう買うときに、まあ、ちょっと聞いたんだけど、やっぱりその七社会きちんとしておかないと、うん、あの、みんな協力してくれないからって言って、まあ、ちゃんと挨拶行ってみたいなことで、だから大英の時はもう福岡大英もよくしてたんで、はい、うん、すげえ苦労したっていう話をして、あれ750億かなんか、それで大英はこうなっていっちゃったけど、で、だからその主観の話もそうだし、はい、俺はそのソニーの大賀則夫さんと一緒に対談本とかも作ったし、とにかくみんなに可愛がられるんですよ。まあ、だからそれで言うとね、私はあの、まあ、あの、直接存じ上げないけれども、あの、まあ、ぜひここは乗り越えていただきたいし、あの人レジリエンスっていうか回復力強い人だから、あの、なんていうのかな、あの、壁にぶつかったりするとね、ある意味ね、逃げ足も早いしね、過去の青空銀行の時もそうだったしさ、ね、その前だったら、そう、テレ朝なんか特にそうでね、あともう状況判断能力早い人だからね、ルーパート・マードックって言ってメディア王と言われるフォックステレビだっけ、あれはもともとオーストラリアのメディア王だった。なんか最後タイムズだとか買収してた、でアメリカに国籍移して、アメリカでも、いろんなあのメディアを買収していって、世界のメディア王だね。でマードックと一緒にテレビ朝日を買収に入ったんだけど、はい、1週間ぐらいであれコロッともうやめた。へー、だからメディアに手出したらそれタカポン見ても分かるでしょう、はい、三木谷さんも TBS 手放すし、あ、そこはね、触っちゃいけないんですよ。いけないっていうか、もうやられるので、そこはね、なので、でそれをパーンとこう処理誤解できる、やばいと思ったんですよ。はあ、なんでやばい。いや、だからその放送法もあるし、まずマジョリティ握れないんですよ、その法律上。まずあのメディアはそういう風に電波で、しかもマードックだとその外資規制も入ってくるから買えないはずなんですよね。で、そのメディアは欲しかった、みんな欲しがるんだけど、そこに入ると、だからいろんな、別に裏の圧力とかじゃないけれども、こうスキャンダルだなんだかんだ、こううわっと探しに入られるし、何か痛くない花も含めて探られるっていうことは分かったんですよ。あ、やめとけ、絶対みんなに言われた。俺も思ったから、うわ、またやっちゃったあれ、多分ほんと1週間ぐらいでやめますみたいに、確か僕の記憶ね。へー、結局だからCS をやることになった、いわゆるエスタブリッシメントにこう入っていくと、それこそだから裁判の藤田君があそこには手出さないみたいなことなんですよ。入るといろいろ既得権益者がいろいろとこう本気を出して、なるほど、やってくるわけですね。なんかどういう、こう視点でよしここって言ってるのかなっていう、その頭の中っていうのが、だからもう本当にだから、その昔から僕がね、マニュアルで話してるそのもう回転の速さとかがもう分かんないから、へー、すごい人だなみたいなそうなんですごい丁寧だし、本当、それこそまたこう逸話があって、もう飛ぶ鳥を落とす勢いになって、まあ、その経済界ともしばらく付き合いとかなくなって、向こうに孫さん以外そんな知ってる秘書とかもいなくなってる時があって、はい、主幹もちょっと入院とかして復帰する時に、あの、孫さんに、我々当時の我々が表彰する1年に1回のパーティーがあって、それの対象を孫正義さんに取ってもらおうというふうに言って、ソフトバンクに電話したら、まあ経済界不遇だったわけですよ、分かんないと、いや、うちの孫は今インドかどっか行って、こっちも時間がないから、メールでもいいから何でもいいから送ってくれ、佐藤誠一がそう言ってるって言ったら、プワッとこう帰ってきて、先生って言ってこう訪ねてきた。
うちの孫が行くって言ってますって、いやいや、これは来るだろうと。こっちが行くって言ったんですよ、一応。ね、礼節を持って。いやいやいや、あの孫がなんか行くって言ってますけど、いや、まあ、来られるなら。もうね、当時は本当にもうそんな、ね、こんなちっちゃな会社の主管なんかと思うけど、もうお世話になってますし、っていうことを忘れないような人なので、この人好きだって言って。でしかも、インドから副社長、というかもう社長含みで、ね、何十億も払って連れてきたら結果やめないやん。別にやめろって意味じゃないよ。やっぱりね、 99.9% やめないよね。やめないんだったらやめるって言わなきゃいいんだよね。まあうちの親父もそうだったし、まあ大体みんなそうだよ。でもちょっと話取れるけど、藤田君はなんか、まあでも会長になる、これやめる、会長になるのやめることじゃねえからな。あれいじめてるじゃん、いつも。あの彼も60とかなわけでしたよね。コンちゃんも言ってたから、お前絶対俺録音してるからなと、覚えてるからなと、言ったことやれよって言ってるんだけど、絶対やめない。それはやめたくない、やめられない。いや、その当時はもうね、うん、まあ疲れるし、うん、そのまあ、ちょっとゆっくりしたいなぐらいなんだけど、ね、自分がその季節になった時は寂しいだろうしさ、そうですよね、やることないし、特に孫さんなんてそれこそ自由な、まあ、趣味というか、こう生きがいというか、生きるそのものみたいなみたいな人だから、そんなもんなくしたら。そうか。だとそうするとね、やっぱりね、ちょっとしんどくなってくると思いますよ。あの少しあの、まあ、批判じゃなくて、まあ、一般論なんですけれどもね、うん、やっぱりそうするのはもう60過ぎてきて、私はねやっぱりね、あのマジックナンバー65って、あの同い年の友井川選手の井上君とね話してて、うん、自分の親だとか周りの経営者見てても65過ぎると何か微妙にずれてきてるんだよねっていうね、うん、あの微妙に、やっぱりそれはしょうがないです。やっぱり65過ぎたらセンスがやっぱりねずれてくるのは、その今その時の最先端のものからはね、やっぱりそう。だから、まあ、65過ぎたらあの社長は辞めなきゃねなんていう話をね、あのしてたんだけれども、やっぱり孫さんもだからやっぱり、まあ、衰えたってことはないと思うんだけど、やっぱり今後過去のように目利きをできるかどうかっつったら、やっぱり変わってくるなと思うんだよね。だからこの間のマクドナルドの時も言ったけど、やっぱり残念になってくれば判断力とかそのもう衰えるし、読む力も相当変わった、あのもう時代の方が早いので、まあね、あのもちろんあの人によって65ってのは一般論で言ってるんで、うん、あのやっぱり肉体年齢、精神年齢、やっぱりその若干上下5歳ぐらいは違うかもしれないけれども、まあ、10歳は違わんわね、うん、野球選手でね、どんな4番バッターでもね、スラッガーでもね、40過ぎてね3割キープはできないっていうのと一緒で、うん、あの頭の働きだってやっぱり、あるいはその目利きする感覚だってやっぱりその前世紀よりは落ち込んでくるし、やっぱり限界はあると思いますね。でも難しい、孫さんに変われる人いないから、そこがだからさっきので言うと、成長の限界って言ったら何を成長というか別にして、孫さんで持ってる会社だからね、だからむしろアフター孫どうするんだろうなっていう感じですよね。長森さんのとこなんかよりもっと難しいですよ、うん、あれはもう技術があって、まあ、とりあえずものがあるからあれだけど、ここはもう本当に孫さんのその目利き力だから。そうか。あれと一緒、バークシャーだってどうなんだろうね。ね。ヘッドバーガーの刑事がいなったらね、どうなんだろうね。むしろバークシャーの株売りじゃねえか、今も。グループの。だからさっき言ったみたいな、ボラティリティが激しいから、こうもなるし、こうもあるし。全然読めない。ただ、その、20億、30億とかを出資して100倍、200倍っていう風になったことはあっても、もう10兆円単位になったら、それが2倍、3倍なんて、そう簡単にならないと思うね、いくらポートフォリオを組んでも。だからそういう意味では、その成長の、その率というか、度合いは、それは今までみたいに倍、倍、倍になるっていう風には、俺は思えないよ。そもそも、投資会社であるソフトバンクグループの成長って定義何ですか？ね、分からん。利益額の 増大ですか、それとも出資額というかね、の増大、ね、何を持っているのかっていうのはね、難しいよね。あのいわゆる普通の事業とは違うんで、投資なんでね、投資の場合成長って言い方するのかなって話もするんですけどね。まあね、タイトルは結構先鋭的になってるけど、別に債務超過でもねえし、まあその優れる方、そんなだからキャッシュアウトしてるわけでもないし、孫さんが、まあ、ゼロにならない限りファンドは潰れませんからね、事業と違ってね、うん、全部だから投資してる会社が倒産したら倒産はするだろうけど、形上は10兆円の
総投資額のファンドが5兆円になってもそれは別になんだっけ、そうそう、あの半減しただけで潰れるわけじゃないからね、かファンドは解散しない限りまたお金集めてやればいいだけだからさ、それにね、だってそれこそ携帯会社はまだだから 40% 持ってる携帯会社はそれなりの独占企業、寡占企業だし、あ、それとそのこの前も言ったけどスティーブ・ジョブズともね仲良かったから、だからボーダフォンを買って1兆7500億で買うんだけど、それはもう iPhone を出すっていうのを知っていたので、で最初はだって独占契約して iPhone そのうち au が出すんだけど、それまで第4世代かなんかまではもう独占で、そこでうわー伸びる、あれがなかったら買わなかったっていうのを何かで聞いたことが、誰かがから聞いた気がする。すぐには出せなかったんだよ、はい、すぐには出せなかったけど、もうその時にもう出すの決まっていたから、日本は発売が遅れてるんだけど、そうでしたね。だってあのスティーブ・ジョブズとのそのいろんな関係値から言って、だって iPhone 見せられたとかって言ったら、年代考えたらその時にはもう頭の中に入ってたわけでしょ。でそれがね、本当にだから日本でヒットするかどうかなんて分かんないじゃん。でもそうですね、でもそれは結果なってるから、だからギャンブラーだっつってんの。その前に僕らも買ってんだもん。まあでもやっぱり目利きなのよ、やっぱり。例えば当時じゃあ iPhone 出たところでね、これなんじゃっていう人もいればさ、もうあれを見せられてこれはいけるぞと思うって、要するにね、競馬で言えばパドックで見てね、あのね、パドック見て、あ、こいつは今日来るぜっていうのが分かるっていう、やっぱり目利きだよねこの人はね。アームに飛びついたんだってそうだし、全部そう、あの ADSL だってそうだしさ、何でもそう、これから伸びるものっていうのをちゃんと見、まあしてるんだと思うよ、分かるんだろうね。まあソフトバンクとね、楽天の違いは、同じモバイルでも片方はキャッシュカードだけど、片方はね、キャッシュバーンだからね、どちらも持ち分で言ったら4000億だから、ソフトバンクは4000億モバイルから入ってくるけど、はい、まあ、はいはい、利益としてね、評価、利益の評価として4000億入って、キャッシュが入ってくるわけではないけど、まあ、モバイル、楽天バインは、まあ、文字通りその分のキャッシュが、フローアウトしてるから ね、年間いく、この間のでいくらだった6000億か。それはウエスタ1兆円違うもんな、やっぱり。苦境の度合いが違うよね。まあしかも、まあボーダフォンを買ったってことは、もうインフラ持ってたわけだ。そうですね。まあ、だからずっとあれだから新規投資しなきゃいけないからって言って、NTT ドコモとかも大丈夫かいなって前から言ってたからね、楽天が入ってくるときに。それは、その iPhone みたいな起死回生なものがあれば、まあわかんないよ、うん。その楽天も。でも、まあ、もういいよ、楽天の話はもういいよ。だからもう、マグロが最初に言っちゃって分かんないでしょ、今後安定。まあ、分かんないかもしれないけれども、まあ私は孫さんだったらきっと、いや、僕もそれはいいだろうなと思っています。はい、どう思ってる。気持ちの上では応援させていただきます。皆さんいかがでしたか？今回の動画では、孫氏のリーダーシップとギャンブラーとしての気質が、企業の成功や困難にどのように寄与してきたかが詳述されています。孫氏の持つ情熱と、その背後にある強烈なアンチテーゼ、つまり在日韓国人としての経験が、彼の経営者としての姿勢に大きな影響を与えていることがよく伝わったと思った方は、高評価を、孫氏が丁寧な人であるという評価が語られ、彼が周囲から信頼され、愛される理由が垣間見えたと思った方は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。孫氏がいかにしてソフトバンクを巨大な企業へと成長させたか、その過程についても興味深く語られています。もともとソフトバンクは、パソコンソフトの卸売業からスタートした会社であり、そこからモバイル事業や投資会社としての側面を持つまでに至った経緯が描かれています。特に、ヤフーやアリババなどのユニコーン企業への投資で大成功を収めたエピソードは、彼の先見性とリスクを恐れない経営姿勢をよく表しています。孫氏がアリババに投資した際には、その額が4000倍にもなったという逸話は、彼のギャンブラーとしての側面を強調していますが、同時にそれが単なる賭けではなく、冷静かつ大胆な判断に基づいたものであることも明らかです。孫氏の成功には多くの挑戦が伴っており、その中で彼が持つ、レジリエンス、つまり回復力の強さが何度も強調されています。経営者としての孫氏は、常にリスクを取る姿勢を崩さず、それが彼の成功を支えてきた一方で、失敗や逆境に直面した時には素早く状況を判断し、適切に対処する能力を持っています。この、逃げ足の速さ、と、状況判断能力、は、孫氏がただのリスクテイカーではなく、極めて戦略的な経営者であることを示しています。
また孫氏がメディアやプロ野球球団など多様な事業に挑戦した背景には彼の広範なビジョンと自己の成功体験に基づく自信が垣間見えます。彼は一度成功した事業モデルを他の分野にも応用しようとする姿勢があり、その大胆な挑戦がソフトバンクグループを今日の規模にまで成長させた一因となっています。ただしメディア事業に手を出した際にはすぐにそのリスクを察知して撤退するなど冷静な判断力も持ち合わせていることがわかります。そんな佐吉氏の経営者としての成功と失敗、そして彼が持つ人間的魅力を多面的に語られています。孫氏のギャンブラーとしての一面は確かに強調されていますが、それは単なる偶然や運に依存したものではなく、彼自身の鋭い洞察力とリスクを恐れない姿勢、そして過去の経験に裏打ちされた自信に基づいていることが理解できます。